異様な形をした宇宙船、その中から現れた青い球体の前が地球に迫っていた。キャットン、こいつを見てください。だが、もう一つ赤い球体もまた地球を目指していた。はい、ヤン、ビートルと現場へ向かえ。座標はコックピットに転送する。了解。カイたちは巨大なクレーターの調査を始めた。一方、私はサンダースと共に警察から通報のあった倉庫へ向かった。お前よりやってきた、無事だった。ワルタンが巨大化した。はい、誰だ。バルタン星人と戦うために君の体を貸してほしい。どうすればいい。このカプセルを使うのだ。森林警察が瀕死の男を助けた。通報を受けて我々は現場へ向かった。多分また怪獣ですよ。地面から突然何か巨大なものが起き上がった。ベック、分析を頼む。ずいぶん前からいるみたいね。27年前にアジアで大暴れしたみたいよ。
ムラーおびき出し作戦を開始した。海からキャップへ、ランデブー地点に接近中です。キャップ、現れました。巨人が来てくれてラッキーだったな。何者なんだ彼は。究極のヒーローさ。ウルトラヒーロー。いや、ウルトラマンだ。ウルトラマンか。ああ、いいな。ドキュメンタリードラマのクルーがギアナ高地ロストワールドを訪れていた。我々は救助信号を受け、ギアナ高地に向かった。
キングがもう一匹出現した。一つ質問があるんだが、君はどうやって助かったんだ。ウルトラマンが間一髪で捕まえてくれたんです。で、レッドキングと戦いに行く前に谷底に下ろしてくれたんです。だから戻るのに時間がかかったんです。それが何か。いや、別に。離陸準備 OK よ。そっちはいい？いつでも OK。